で、あと、気軽に好き好き言う男は信用しちゃいけません。あれもしかしてこれ他メンバーにブーメラン飛んでる可能性ある？イフ君ほぼ毎回配信で言ってる。もうあいつやばすぎだろもう。頭ん中真っピンクやんけ。メンバーから変えるか。嘘だろ。俺いわくで好き好き言ってんの？好き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 って言ってんの？今の分かった人ちょっと世代がだいぶ上だと思いますので、バレちゃうから反応しない方がいいと思いますよ。はい。好き好き愛してる症候群、ランキングつけよ。一番言ってるやつ誰？第1位、イフ。第2位、ショニダ。第3位、リュウラ。リュウラどれぐらい、てか、ショウはどんぐらい言ってるわけよ。それは。静粛に、静粛に皆様静まりたまえ、静まりたまえ、じゃあまず、イフシングニコの話、イフシングニコの、配信では、毎回好きと言っているのですか、そして毎回チュッチュチュッチュしているのですか、皆様の、教授よろしくお願いします。はい、イフは毎配信好きとギをする。はい、次、初ウサギですね。彼がキスマですね。毎回チュッチュしてるわけですね。はい、なるほど。毎回チュッチュってどういうことやねん。どこのタイミングでキスするわけ。こんな、だって俺このテンションで話して急にキスしたらキモくない？普通に教えてほしい。どの、あいつどの隙間にキスするん？お茶読んで、何？お茶枠で最後にキスをかますのか。ね、なるほどね。ブチュッ！お茶漬け、接吻男、オッケー。それでいこう。で、次、第3位、リュウラだっけ？たまにしかしない。端末配信の時にたまにやると。俺より少ない人いる？俺3位ぐらい？嘘？2期は多分6位じゃん。まあ、それはわかるとして。次どっち？イムとナイコバトルよ。どちらの方が愛情表現ダイレクトアタック？イムって言うの？言うイメージ全然ないんだけど。たまーに言うの。あ、なるほど。ナイコぐらいと思っときゃいいじゃん。はい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 。なるほどね。で、2期はまあほぼ言わん。なるほど。わかりました。つうことは、トップ2がもう、あれですね。熱愛報道レベルってことですね。激激熱愛報道組かいつら。ベロベロ組ってこと？言い方よ、お前ら。そうか。いや、別にいいんと思いますけどね、僕は。全然。人前でさ、手つなげるかどうかみたいな、そんな感覚なんだろうな、きっと。だって配信って言うて公開やんか。何千人とかさ、何万人とかの前でやることやから、さすがにちょっと恥ずかしいやん、それは。その辺多分恥ずかしくないんじゃないかな、マロとか、初ウサギとかは。だからほんまに恋人とかできても、別に人前でも、よくね、付き合ってるし、みたいな感じなんじゃね？と、勝手に思ってるけど、俺絶対嫌だよ。いや、内藤内子は仇な男なので、人前でこう、イチャつくなどね、もう言語道断と言いますか。まあ、風紀が乱れるので、そんなことは一切ないですかね。はい、私は。いいね。でもどう考えても前のが可愛いな。ん？何照れとん？今日だけやから。大好きです。